日本政府は2025年の大阪万博開催を目指し、パリの博覧会国際事務局に立候補を届け出ました。政府は大阪市の湾岸エリアでの万博開催を目指していて、テーマは命輝く未来社会のデザインです。会場建設費およそ1200億円は国と地方と財界が3分の1ずつ負担する予定です。パリは非常に強敵ではありますが、爽やかに戦い、大阪で開催できるように全力を尽くしたいと。2025年の万博にはすでにフランスが立候補していて、来年11月に予定されている博覧会国際事務局の総会で加盟国の投票によって開催国が決まります。